やばくね、この台。あ、立った。うわ、え、これ確定役じゃない？ほら、あれ、アミバ。うそ、どれだね、あのー前めっちゃ来てたんだけど。今日久々にね、はい、北斗の拳でやってまいりますので、2枚目突入です。3枚、あと10ゲーム耐えてくんねえかな。ここか、あ、まだか。よし、チャンス。ああ早い。823。天井でいいと思う。マジ？いやでも多分大丈夫だと思う。多分大丈夫だと思う。ゲダ。おし、朝一発目のホット揃いじゃない、赤七揃いは。すげえ。まあ俺サウナ行ったし。いやー、ケンちゃんも俺もサウナ帰りと。さあ初回の1戦目が大事、うん、さあパンチとキックは大丈夫、ご勝負なら仕方ねな。いったべ、まだ分かんない。まあでも大丈夫だと思う。チャンメン、ふぅ、オッケー。これが俺のやりがい。さあありがとう、今来た人、センキュー、ありがとう。さあ2戦目、さてな、いったべ、3戦いや、やりがいあんな。やっぱホットはやりがいの塊。あと、やだ、はよ。やっぱホットはいいな、いいよね。やっぱ久々に打つけど、やっぱしっくりくる。で、4連目。じゃあシール、もらいに来ていただければね。今、皆さん、作りました。今ね、限定シールと、見て、これ10万人2枚やりますんで、来てくれたらどっちか1枚お渡しします。こっちはね限定です。こっちは会いに来てくれた人限定でお渡しします。さあ4セット目、ここでややこしいな。さあ行きましょう。あーダメか、あのチェリー欲しかったな。追い方じゃ、まあ、ちょっとあれだな、難しいなこの辺、うん、うぬの力はその程度か、まあ、ちょっとその時に考えます。代理でもらうのとかね。あほ、バトルボーナスじゃない、無双転生、これか、これも出てたんですよ。無双転生バトル当選後の V ストックだから、無双転生ボーナスはおそらくこうなってる。ストック、無双転生で V ストックしたらこの抽選おそらくね。でストック個数もほぼ変わらないと。で白バー揃いがおそらく1,2,3,5個で均等振り上げとか、そんな感じだと思う。成立薬の、結果振り分けとかも出てますね、こういう感じで。サウザーウンゼル、こういう感じでね。
っきの無双転生、バトル発展抽選か。これも一応ね、あのレイアークに応じてこういう感じでありますよね。でやっぱりカドチェリーとジャックレイアークから入る場合はあのウイグル以上が多いで、チャンメがね均等振り分けに近い、アミバ以外ね。でもそれでもアミバの当選率が 5% あるから強いね。あとは強水化中段チェリー、まあ、中段チェリーの 70% がシンサウザーがやっぱりシンサウザー行きやすいのも分かるよね。ねヤマハの何乗ってる、ホンダのなんとか乗ってるって言うじゃん。これねバイクの種類とか分からんのよ。そう、いったー、天国チェリー刺し。ってことでね、行きましょう。下段そう、青ね、 OK、 青青いいよ、主人公オーラです。ダー、やっぱフェザータッチだね、フェザータッチハサミ。いや、お金なんてもらってないですよ、お金なんていらないですよ。いやでもガリゾーさんと乗り打ちしたら怒られそう俺、うん、さあ行くぞ、頼むぞ。パンチとキックは大丈夫、うい、はい、主、主じゃない、うぬ、避けます。惜しいだろう。あれスイカこぼしてた。はあ、負けしろーって。いや違うね、気持ちの問題、キックはやっぱ大丈夫って思わないとやられちゃうから。こっちがあれだよね、最初 あのボクシングでいうフェイス2フェイスみたい。カルーアミルクとかマリブ、マリブパインとかね、マリブ系とかカチスカンパリ系。いやすお、あっ立った、うわー、え、これ確定役じゃない、ほら、これ今白だったもん。でこれ本前兆だったら北斗揃いです。いや本前兆の可能性がある、当たれ、いいよもう当たって、本前兆の可能性あるから、これ当たってくれたら本前兆。うわー、本前兆、あーダメか、当たってなかったのか、もったいねー。本前兆中に確定役だったら北斗揃い確定なんよ。だけど今もったいねーな、まあしょうがない。ケイシロー、俺の名を言ってみろ。ケイシローがかつて兄のような男、ジャギ、うん、457確定役、リーチ目確定でいいか。貴様には地獄すら生ぬる、もったいないけどまあしょうがない。まあ一応確定役引いたことによってあの設定期待度は上がりました。ワンチャンなんか天国中の確定役は北斗揃いとかねえかの、ちょっと待って、これやっぱ天国中の確定役は北斗揃いとかあんのかな、マジか、うん、ケンシロウブル、え、間違いなく天国ではあったから。いやいいよ、84杯以上ありゃでかいやん。さあこれ無双点決めよう、頼むよ。この聖域末に果たしてヘアサロンがあるのかとか、おっと
46%。熱い。おっとリプレイ行けよ。あーダメか、外れは弱い。いやー 10%。 まあ無理だよね。セーフー。あー早打、早打て中ね。なんかかっこいいなバット。さあここからイントロドンです。継続時の3分の1で歌が流れます。はいよ、取れません。でねでね、いきます。おし、おしゃくそらをセーフ。布はいらぬ。そのが握るな。この時点で一応94%期待度。ラオウでも怖くない、豪昌派でも怖くない。さあパンチとキックは大丈夫、豪昌派でも大丈夫。はい、もう楽勝、もう全然怖くない。うぬ、避けます。避けないか、全然怖くないから。いや全然怖くはない、いや全然怖くはない。だって 94% の蹴りよ、期待度 94% の蹴りなんて終わるわけないでしょ。出たよ、おかしいべよ。いやいや 94% の 84% の 94% の蹴りだぜ、終わんのかよ。オクトゾロイの可能性ちょっとあるよ、これで割れるね。貴様は死ぬべき男だ。ここを貴様、いやメッセンジャー来たら絶対連続演出行くんだよ。まあ、チェリーだね。よし、ちょっと北斗ドロイ期待。Thank you。 貴様には地獄すら生ぬるい。だね。ケンシロブルさあ行きましょう。なかなか来た、ここらが4機と違った。まあ頼むよ。こんにちは、ありがとうございます。退院をでしばらく OK。 あ、北斗ドロイ超えるんじゃねこれ。頼むぞ。ねえねえねえね、ダメか、おしゃくそらおうやん。あれさっきと同じなんだけど、握るのは点ではなく視聴性だ。この時点で、94% です。大丈夫だろう。だからさっき見た気がするけど、さあパンチとキックは大丈夫、豪昌派でも大丈夫。あれあれ、ちょっとさっき見たな、あれさっきも蹴りだったな。おおな、これが俺のやりがい、やりがい感じるわ。戦に帰る時が来たのだ。いや、ええね、ええ、いや力じゃ、力じゃ、やりがいな。ダメか、9かけたね。でも違和感演出だったから79の可能性ある。チャンメ、レイキゲ、おっと熱い。うわ進化よ、チャンス目からの当選のシーンは 30% だぞ。レイキゲ 10% いいな。レイキゲ、あーリプレイかだよな、惜しかった。薄い方って引くんだよな。でれれね、でれれ79あるな。リハビリなしで動けるようになるといいよね。ありがとう。さあこれで幸一2人、救出できそうですね。松田木、ちゃんめ 7.4%、
ここから3ゲームは2分の1広告いいよ、これレイクだったらつい、あーダメか、一応全長の可能性ある、3ゲームあるよ、もう1回全長いいよ、これ飛べ100列 7.4 パー、あーいった、ジャギ以上じゃん、ジャギね、取ろう、75パー、レイク欲しい、大丈夫、いつもの俺だったら大丈夫、取ります、OK、でベルからのジャギは23パーだ、4分の1がレイ共闘です、頼む4分の1約ね、いきます、きたー、4分の1取ってる、取っていきます、最高シャオ、ただあの時は 0.78 なんで基本取れないと思ってください、でバトルパート注文2チェンを引けば25パーで、シャオ昇天になります、だここの2チェンは大事、頼むよ、でラオウ攻撃でもいいから頼むよ、なんでシャオなんだろうな、最近ラオウ来ない、前めっちゃ来てたんだけど、そうならねえかな、ならねえか、でもワンチャン強攻撃の可能性あるよ、あーこっちか、当たれ当たれ、よし下羽ショート、無双転生チャンス確定、無双転生チャンス以上確定です、日程引け、ダメか、楽しませてもらった、いきます、 OK、 いきましょうか、ここ期待値33パーなんでいきます、まだピキーンやるからね、ええよな、ちょっといつもの俺で叩かして、ここで日引ければな、いいよいいよ、ベル引くの大事だから、いいよいいよ、ベル大事大事、くそ、あーやばいやばいやばい、奥義奥義、鶴の舞、あれあスカッタ、鶴の舞、あれ昼のランチ妻、オーケー、引っ掛けつける、うわー崖スロー、うそダメか、リプレイフラグか、いやー引けねえんだよな、4分の1です、4分の1、あーダメか、まだあるよ、ラスト1ゲーム、外れかよ、くそー、人の愛を守るため、さあ歌の可能性あり、でててててて、あーダメか、たぶんあ、457か、あの確定薬ってこと、確定薬、457ゲームで当たって確定薬聞いたよってこと、あー、いを取り戻せ、ゴーチャーやめて、出たよ、ゴーショー、あ、よけろ、まだ分かんないよ、ニチェがある、霊薬がある、大丈夫、まだある、頼むよ、これ9だったら確定当たるんだけどな、知らんけど好きで、あーなるほどね、かつて兄と呼んだ男、百裂剣シェリー、さあ北斗ドロ行こう、いいよ、オッケー、
湯気い湯気いゲーっと で、よし、オッケーパンチは楽勝ぬち、うぬ、避けます。あ、まあ、まだパンチで倒れてないからこのパンチは負けるかもしれない。北斗神拳1回見た技は大丈夫だから。こんにちは、お邪魔します。どうぞ。エレット中毒さんいらっしゃい。あれ、あ、いや、まあしょうがないね、これこれはしょうがない。で、8枚目じゃあ、いいよ。ボワボワーン。いやいや、待ってないじゃん、来たじゃん。強がんなくていいよ。これワンチャンチャンメもあるんだよね。さあ、これが俺のやりがい。さあ、いいよ。だよ。まあダメか。すげえ。バトルボーナス。ゲッター、行きやすか。いいよ。おしゃくそ。震える。お前握るのは点ではなく視聴性だ。でも 94% だからね、この時点で 94% のラオウだから。で、何が来ても 94% のゴーチャイ。大丈夫です、彼避けます。うぬ、避けます。あれ、大丈夫、全然怖くない。 94% だから。多分リンさん出勤してます。いやいや、 94% だから大丈夫だよ、安心して。いきます。見たらこの台、いや、なんすか、ほんとこれやりがいねえわマジで。立ってたな、この強水器はいらんや。390、待ってはないけどな。やっとスイカだった。これ無双転生じゃなくて北斗通りしねえかな。いや、いらねえって、やめろよ。ノー、ふざけんなよ。バトルボーナス、でいいよ。でんでれれれれれれれ、逆におしゃくそラオウ今日調子悪いから、おしゃくそラオウじゃない方がいいのかもしれない。ういっす、ここで日曜を引けるとでかい。継続しろよ。おお、しょしゃくそらお。名はいらぬ。いいよ、98%、もうほぼ確定。集中戦来ちゃってるし、ほぼ確定です。ならんか。はい、楽勝。なんならここ時が。な、食べ。焦る必要はない、焦るな焦るな。でれれ
しかしグラフは全く伸びない。どうなってしまってんだグラフ。大橋大橋強制67%、熱いな、いった。おー、ウイグルやん。リプレイかベル。おし、熱い。レイアクでもいいよ。30%。なんでだよ、 50%30% で外すなや。でれれ、強いな、ヌナはいらぬ。おーし、79以上確定。だが俺の国民は長兄ラオウでの思い。いいね、このセリフ最高で、ここでニチェ、ここでニチェ、いけニチェ、いけ。おし、じゅ、うわ、ワンチャンあるよ。あー、弱いな。なれなればワンチャンある。くさり、あ、でも7年だよな。そう、蹴りか、当たれ、残念だな。おし、ゆきち2人救出です。皆さん、すまわてる、ありがとうございます。ミミさん、ありがとう。ここでででって、あ、ダメか、むーたったよ、頼む。あー、やっぱな、ここでやられるんよ。うお、よけた、すごい。やっぱ79条あるわ、やっぱり。 あるとか、さっき出たけどね。ありがとう。レイクあんま引いてないから8オーバーあるかも。頑張れ、ありがとう。歌変わってなかった、やばい。パンチとキックは大丈夫、豪勝派なら仕方ない。しゃかった、うぬし、じゃあうぬ、避けます。じゃあ避けねえんだよな、この辺りから食らい出すから。あ、フリーズしてる。力はその程度か、すごい、すごいな、ウヌ。ウヌの活躍に脱帽なんだが、ここら辺で。おし、レイク強水化が、おお、強水、これバトル行くんじゃないか。弱遠征強レイクだもんな。1、いや弱いな、いかねえか。これ100列、おした、芯以外。おし、リプレイもう一回引いて、なんでハズレ引くんだよ。先行、これね、熱いと思うじゃん、チャンスタウンだからな。そう、旺盛って1ゲーム。歌流れろ、歌流れろ、出てて、惜しかった。タフボーイ最高、いかんか、頼む。あー、歌変わんねえか。ラオウさんか。あー、クソ、なれ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 、ワンチャンある。なんか連絡引くだけでチャンスだからな、この間は。力はその程度か、な、すごくね、これやば、すごっ。100列か、おし、ニチェ中段チェリー 68%、 おし、いいよ、これ熱いで、ただ 70% が進化サウザーね。12、あ、ダメじゃん、3、あ、いったか、進化レイク 10%、取った取った、でも 11% ぐらいなんだよな、シャオ、え、だよな。あの、いろんな意見あるよね。おお、3%取ってた、嘘、だって成立役別見て、真の場合ベル 3% だぞ。あ、違うか、取った場合か、取った場合だ。
ごめん、サンパーって言い方おかしいな。敗北が 89% で、だから取った場合は、3分の1か、3分の1取った場合は3分の1だね。いいよ、ワンチャンあるよ。いきます、頼む。ラオウ、ニチェでもいい、ニチェでもいい、ラオウ先生がいい。なんでラオウ先生来ねえんだろう。さあニチェ、おっと、あー、リプレイか。いいよ、当たれよ、これ当たれ、頼む、当たんねえんだ。ニチェ、ニチェ、惜しかった。歌かあれ、あー歌かあんねえか。うわー、ラオウさんか。さあパンチとキックは大丈夫、ご勝負なら仕方ねえ。しょけー、蹴りなら大丈夫。うぬ、避けます。食らったか、やっぱ食らうんだよな、うぬ。ぬ、うぬの力は、そうわ、あっち、これ終わったとしても2分の1だぞ。2分の1で引き戻し、終わんないんだな。ありがとう、すごっ。歌かあれ、あー変わんねえんだけど、なんで、頼む、けん、なんでだよ、そろそろやべえかな。あ、おーしょー、はあ、やばい、なんでこの終わるタイミングで無双点が。駆け抜けて、なんで、なんで入れ替わった感じ。大丈夫、大丈夫です。1、3、4をけん、あれ、アミバ、え、あれ、アミバや、え、ワン、え、あって4だね、あって4だけど、あるんじゃね、設定4、え、マジ、ちょっと待って、アミバ、アミバ1回じゃあれだけど、マジ、え、これで4だったら結構やばいよ。まあでも4はありえんだけどな。しかもグラフが全くピクリともしない、ツルツル、テカテカや。当たり、ジャギ、よし、ダメですよ皆さん。あなた、行くないらっしゃい。そう、なんでよ、ケンシロウブルー、頼むよ。てーん、てれれれ、 66% でもいい、ただ3連してほしい、 66% で。順蔵悪かった。さあパンチとキックは、いや順蔵良かったよ。いやーまあね、頼むぞ。まあなんかね、早いとね、ダメか。さあグラフ、グラフ見たい？まあいいけど、見たところでって話よ。当たった、ナムさん、まさに今の俺の状態、ナムさん。
いい男よ。さあ早いって。白湯気、いや無限の湯気だよ今日。湯気続くからいいよ。最高 OK。 さあふー、またな大阪。おいはい、エウヌ避けます。ウヌの力はその程度か。すぐに63枚。あーまた重油口だ。来たけどな。待ってはいないけど。最後さあこっからやで。いいじゃん、緑オーラだぜ。目に優しい緑。頼むぞ1セット目。さあケン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 、ラオウさんか。大丈夫だ、引かない。ずーっと 25% 引かなかったんだから。さあ33%。大丈夫だって33%引かないんだもん。 25% 引かなかったもん。 79% で 21% でしょ。引くわけはない、終わらない。大丈夫、終わるわけがない。 66% なんて、 33% なんて。いくよ。もうやだ、ほんとなんすかこれ。1枚 OK。 36 13。北斗打つと、投資10万。なんかね、いらないよ。うー、いらないって。うわこれ当たったかな。なんでここで引くの。当たるなよ、当たるなよ、頼むよ、当たるなよ。あ、俺大丈夫。あーこれ外れるやつやん。あ、当たった。次服破り。ショート、あーこれか。1123。そうだね、チェリーだね。下段いや、今日は白めちゃくちゃいいか。さあ行きますか。ここからが面白いところ。さあ北斗の剣剣士郎、頼むぞ。さあパンチとキックは大丈夫。5勝派なら仕方ない。何言ったべ、そういうことなんだよ。うぬ避けます。え、まあまあパンチはね 85% の期待だから、この時点でもう 85% です。北斗揃いの同じ。
いやこれ単発でやばいよマジで。やばくねこの台。いややばすぎだろこれ。14枚よし443、これで閉店までいくか。下段外れろ。いいよケンシロブルゲット。いやー楽勝。さあ頼むぞ。こういうことだよ。頼むよ。その全てを全部吐き出せ。おお本当だ。お着想すごっ。これどうなんの慣れ。これあってまずい。まずいじゃねえよ熱い。まあ、ケンシロウだよね。ダメか。そうだな弱いそこじゃねえんだよ。いや要はラオウの攻撃が書き換わったね。終わってたかどうかは分かんないけどラオウの攻撃がケンシロウに変わった。一つつけることはできぬわ。でれれれよ。さあまあ66パークセーカーね。大丈夫大丈夫まだ終わんないまだ終わんない。さあパンチとキックは大丈夫。交渉派なら仕方ねえな。いったわ楽勝。さあうぬ避けます。へえ未来が見える。天に帰る時が来たのだ。ここで来んなよ見てねえよ俺も。ででてんとかで79あんのかなこれ。アイデン空が落ちてくる。あーなんだよこれ当たった。でも5分の1ね。下パネショートはなし。もう今はムータだよ。邪魔するやつは指先一つで。ワンチャール5分の1でプッシュ。なかったか。歌変わってる。オッケー。たっぽいだ。点ではなく視聴性だ。よう引くなここでスイカ。チュンレイチュンレイチュンレイチュン。さあ頼む。日いいよここでラオウか。さあパンチとキックは大丈夫。交渉派なら仕方ないって。うぬ避けます。あ避けねえってことは角地だこれ。大丈夫パンちゃんもこの時点で84歩あるから。うぬの力はその程度か。あれ大丈夫パリーン。え嘘でしょ。84歩外したけど嘘マジ。いやまだわかんないまだわかんない。1000枚入れたな。やるか。8連ちょっと回してやめるわ。さあよし行こう行こう。
じゃあデータ見せましょう。やばいってこれ。ただ持続これ何発 4万発ぐらい。そして、北斗がちなみに、13万8000円か。ついな。へい、行くぞ。はあ、ダメか。15万なくなったよ。疲れたよ。疲れたよ。なんなの本当。まあ、しょうがねえか。そういうこともあるんだよ。明日は絶対勝つんだよ。よいよい。お疲れ様です。しんどかった。なんでこう負けんだろう。今年15万。一日で15万負けってやべえよな。で今月も交換してないけど、今月25万枚なぐらいですよ。いやー知らなかった。あ、皆さんぜひ、まあよかったら高評価のお願いします。それだけか。いやーまあまあ、でも設定がなくて最悪の引きをしたってことでしょ。ってことは明日はもっと逆がある、うん、逆の引きがある。いやいいとこってかね、いいとこ見せなくてみんなすまんねん。ほんと明日はいいとこ見せれるように。そう、連チャンしなくても初当たりで取ればなんとかなるからね。ほんとなんとかなってねんだけどね、うん、いや最後までやりきったけどね、やりきった感はやっぱあるから、いや明日につなげようぜ、頑張って。もうちょっとでも見せ場欲しかった。初当たりが今日はね600分の1だから、8000回で回して600分の1は結構やばい。8000、9000回してだからちょっと隙が弱すぎた、うん、はい、ってことでね、今日はこの辺で終わりにします。ありがとうございます。もう私はすごいけど、おじいちゃんなってるよ。こんな負けるとやっぱおじいちゃんになっちゃうんだね。おじいちゃんみたいな年だ。はい、ってことでね、今日はこの辺で終わりにします。じゃあ皆さんお疲れ様です。またね、ありがとう、うん、シワシワだよ、シワシワのやつだね。ありがとう。じゃあまたね、おやすみ、バイバイ。